クラクフ大公国、またはクラカウ大公国は、オーストリア帝国そしてオーストリア・ハンガリー帝国の構成国として存在した大公国である。現在のポーランド南部に位置した。1846年11月16日に、クラクフ共和国がオーストリア帝国に併合された後、創設された。クラクフ大公の称号は1846年から1918年まで、 オーストリア皇帝の正式な称号の一つだった。ワルシャワ公国の残った部分であるクラクフ共和国はウィーン会議の結果として機能的に独立した、保護領とされた。不成功に終わったクラクフ法規によってオーストリアに併合されるまで共和国はプロイセン王国、オーストリア帝国、ロシア帝国の三国の影響を受けていた。同時に、 ガリツヤとブコビナを含むオーストリアの管理国の正式名称はオシフィエンチム公国、ザトル公国を含むクラクフタイ公国とガリツヤロドメリア王国に変えられた。これらの国々は正式には別々でそれぞれ異なった国章と国旗があった。しかし管理目的のため一つの行政区画となった。公国には地方自治があった。ありがとうございます。